憧れガールズコレクションワンニャン動物病院ペットを助ける大事なお仕事。ああ、君が今日から入ってくる新人さんだな。俺は獣医の神楽直人。これからよろしく。お、元気がいいな。頼もしいぜ。ただ、実は俺、昨日の夜に運び込まれた。もうクタクタなんだ。今日は帰って休むように言われているから、一緒にお仕事するのはまた今度な。奥の部屋に行けばゆうま先生って人が今日のお仕事について教えてくれると思うぜ。じゃ、頑張ってな。あなたは新人の獣医さんですね。はい、僕はこの病院で獣医をしている。よろしくお願いします。それではお仕事を始めてもらう前にロッカー室に案内しますので、ついてきてください。ここのロッカー室の奥から2番目のロッカーに制服が入っていますので、着替えてきてください。僕はその間別のお仕事をしていますので、着替えが終わりましたら休憩室で待っていてください。休憩室はロッカー室の横の部屋です。ではお願いします。
お待たせしてすみません。少し集中しすぎてしまいました。それは良かった。では実際のお仕事の前に院長先生へ。ここが院長室です。失礼します。お疲れ様です、ユーマさん。案内あり…いえ、では僕は先にお仕事へ戻ります。はい、お願いします。これから同じ獣医としてお仕事頑張りましょう。はじめまして、院長の白雪さくらです。よろしくお願いしますね。頼もしいですね。新人のうちはいろいろと覚えること大変だと思いますが、きっと大丈夫だと。先輩たちのやり方を見習って一人前の獣医になれ。失礼します。院長、頼まれていたカルテの整理が。ああ、カナメさん、急な頼み事を聞いてくれ。いえいえ、これが僕のお仕事ですから。それでは早速ですが、新人獣医さんのサポートをお願いします。おや、もしかして今日からこの病院で働く新人獣医さん。僕は動物看護師の西園寺かなめです。困ったことがありましたら何でも聞いてくださいね。はい、動物看護師のお仕事は獣医の先生。今日は新人獣医さんのサポートをさせていただき、ではお二人とも今日はよろしくお願い。初めてのお仕事なのにワクワクできるなんて頼もしいですね。期待していますよ。では行きましょうか。第三診察室に案内しますのでついてきてください。ところで、どうして動物病院でお仕事しようと思ったのですか？ワンちゃんも猫ちゃんも可愛いですからね。なるほど。好きな動物たちを、その気持ちを忘れずにお仕事頑張りましょう。ここが第三診察室。それではお仕事を始めようと思うので。カナメさん、少しいいですか？おや、どうしました？なるほど。早速ですが、怪我をした動物たちこちらの診察室で治療しますので。お待たせしました。このワンちゃんは散歩中に転んで足に擦り傷を負ってしまったみたいです。消毒をお願いしたいのですが、準備はいいですか？頼もしいですね。それではお願いします。
お疲れ様です。うまくこの調子で次もお願いします。次の猫ちゃんは家で遊んでおもちゃが目にぶつかってその目が充血して、目薬での治療をお願いできますか。それではお願いします。お疲れ様です。ワンニャンはいませんので、おし明日からは診察もお願いしようと思って、今日はゆっくり休んでくださいね。それでは。おはようございます。昨日のお仕事はどうでしたか？それは良かったです。多くのワンニャンたちを元気にできると。朝礼まではまだ時間がありますので、ついてきてください。ここの机は好きに使ってください。獣医の勉強に使っていたりします。ここは休憩用のスペースで、一休みしたり朝礼までの時間。おっと、そろそろ朝礼の時間で。皆さん、おはようございます。これから朝礼を始めます。朝礼、初めてでしたね。一日の始まりには、朝礼ではその日の予定、大切な連絡もありますので、よく聞いてくださいね。それでは、今日、皆さんもう知っているとは思いますが、今日から本格的に働いてもらう自己紹介をお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。診察室に入って、もし午前予約をしっかり確認してくださいね。まず午前予約の説明をしますので、他の皆さんは
お仕事を始め。わかりました。昨日休んだ分、しっかりとお仕事。それでは午前予約のまずは予約表を見てください。予約表は3つの診察室ごとに分かれています。青色の診察室は第1、黄色の診察室は、赤色の診察室は第3診察。予約表には担当の今日私と一緒に診察する動物は1匹になって、これが午前予約です。わかりましたか？それでは第3審査。それではワンニャンの審査。さすがです。ちょうどお昼休みの時間。私は少し片付け、先にお昼休みに入ってください。お、お疲れ様。お昼はお弁当かい？だったら俺もちょうど休憩室で食べると。ところでお仕事には慣れてきた？そうか、それその調子でたくさんの動物を助けられる。それじゃお弁当をいただくと。
それじゃ午後のお仕事を始めるとするか。では午後の診察を始めましょう。
お疲れ様です。午後のお仕事修例がありますので会議室に。今日も一日お疲れ様です。明日はお休みの日ですので、お休みとお仕事、それではお休み前のお給料を。さて、明日は休みか。何するかな。何か予定はあるのですか。ああ、カフェもいいよな。俺もショッピングとか興味ないかな。せっかくカフェに行くついでにお店を覗いてみるのもおすすめだぜ。では、僕はお先に。お疲れ様です。よし、俺も明日はリフレッシュする。それでは皆さん、お疲れ様でした。Thank you.
おはようございます。どうかしました？おはようございます。それでは朝礼を始め。今日は直人くんが第三審査。よし、一緒に頑張ろうな。いい返事だぜ。その調子ですぐに第二審査室で。第二診察室は第三診察室割り振っていますので、お仕事もっと経験を積めば担当で。まずは焦らず今日のでは皆さん ところでこの間の休日はリフレッシュできましたか？それは良かったですね。リフレッシュか。確かそうですね。紅茶を飲みながら読書することで。ゆうまくんは趣味などありますか？僕は実家で飼っている動物たちと一緒にいると。なるほど。確かに自分のリフレッシュ方法を。よし、じゃあ休日。診察を始めるか。
お疲れ様。さすがだな。診察を始めるか。